ビータフォンレーシングとドライバーのミハエル・バルテルス、アンドレア・ベルトリーニが初年度のチームチャンピオン及びドライバーズチャンピオンとなった。2010年の FIA GT1 世界選手権は国際自動車連盟が統括する GT1 車両による FIA GT1 世界選手権の初のシーズン。1997年から2009年まで開催されていた。 FIAGT 選手権に代わって開催された。国際自動車連盟が統括する世界選手権としては、スポーツカー世界選手権が1992年に終了して以来初めて行われた世界選手権であった。選手権はステファン・ラテル・オーガニゼーションによって運営され、2010年は3大陸にまたがる10カ国での10以上のイベントで構成された。 参加したのは12チームで、それぞれ自動車メーカーから限定的なサポートが行われたが、独立したチームであった。アストン・マーティン、コルベット、フォード、ランボルギーニ、マセラティ、日産は、それぞれにチームへのサポートを行った。FIA GT 選手権時代には、複数のタイヤメーカーがタイヤを供給したが、FIA GT1 世界選手権は、ミシュランのワンメイクとなった。 2009年に FIAGT 選手権最後のチャンピオンとなったミハエル・バルテルスとアンドレア・ベルトリーニが FIAGT1 世界選手権初のドライバーズチャンピオンとなった。バルテルスとベルトリーニはシーズン最終戦のアルゼンチンの予選レースでは12位であったもののヤングドライバーアメールのトーマス・エンゲとダレン・ターナーが10位でフィニッシュしたためタイトルを獲得した。 エンゲとターナーはポイントを獲得できず、ランキングは4位となった。一方両レースでマテックコンペティションのトーマス・ムテシュアに、エクシス・アメールのフレデリック・マコビッキーは優勝したため、ムテシュが、ランキング2位、マコウイッキーはランキング3位となった。また、ビータフォンレーシングはシーズンを通して、セカンドドライバー、ミゲル・ラモス、エンリケ・ベルノルディ、ザンディ・ネグラオの援護を受け最終戦で、 チームタイトルを確定、最終戦において、ヤングドライバーアメール、エクシスアメール、ライターは、タイトル獲得に、十分なポイントを得ることはできなかった。SRO は12戦からなる2010年の、暫定カレンダーを発表したが、開催サーキットは決定していなかった。改定カレンダーは2009年10月21日に、発表され、アルゼンチン、オーストラリア、ブルガリア、 イタリア、ルーマニア、ロシアでのレースが取り消された。オーストラリアラウンドは、イースタンクリークレースウェイでの開催が予定されていたが、これも取り消された。ロシアラウンドは、ユーラシアアウトドロモの完成が遅れたため取り消された。ルーマニアラウンドは、ブカレスト政府の変化のため取り消された。新たなカレンダーは2009年12月11日に発表され、10戦が記載された。そこでは、 カナダ、ハンガリー、中国でのレースが取り消されたが、アルゼンチンのポトデロ・デロス・フネッスサーキットでのレースが追加された。ヤスマリーナサーキットは後に、4月5日にアラブ首長国連邦で開催される FIA ワールドカップ4クロスカントリーラリーとのバッティングを避けるため、レースの開催を2週間後の4月17日にするよう FIA に要求した。 イギリスラウンドでは、シルバーストーンサーキットの心臓レイアウトを記念した、ラックツーリストトロフィーが争われた。スパフランコルシャンは、前年に引き続いて、レースを主催するが、GT1 レースは、同じ週末に開催されるスパ24時間とは、別々に開催される。2010年7月、ダーバン市街地コースが2010フィファ。 ワールドカップ開催のため完成が遅れ、南アフリカラウンドは2011年に延期となった。心臓されたナバラサーキットで行われる予定のスペインラウンドが南アフリカラウンドの代替として提案され、10月24日に行われた FIA 世界モータースポーツ競技会で承認された。すべてのイベントは1時間の予選レースと1時間の決勝レースからなる。 ヨーロッパラウンドでは FIAGT12FIAGT3 ヨーロッパ選手権の車両が加わる。ミスモの GT-R は2009年に開発段階の状態で現れた。マテックコンセプツが作り上げたフォード GT1 はマルク VDS レーシングチームから2010年シーズンに参戦した。FIAGT 選手権でタイトルを獲得した。 アストン・マーティン DBR9 は2010年のフィアンセ GT1 レギュレーションに合わせた開発がなされた。SRO は当初少なくとも5つのメーカーが2010年シーズンに参戦すると予想した。最大6つのメーカーが受け入れられ、各メーカーは2つのプライベーターに2台の車を供給するよう規定された。厳密な競争を確実にするために FIA は 各車種の性能バランスを取るためのテストを行うことを決定した。FIA は開幕前の性能テストをポールリカールサーキットで行い、クリストフ部州・ブッシュアンソニー・デビッドソン、ハインツ・ハラルド・フレンツェンがドライブを担当した。2009年6月の時点で3つのメーカーが2010年シーズンにエントリーすることを発表した。日産は GT1 のために GT-R を開発した。GT-R は2009年の FIA、GT 選手権の数千にギガウェーブモータースポーツから出場した。フォードも2009年は開発の年として、マテックコンセプツが、フォード GT のレース車両を作り上げた。ランボルギーには3番目に名乗りを上げたメーカーであった。前年に、 GT1 スペックのムルシエラゴ r g t を作ったライターエンジニアリングがムルシエラゴ l p 6 7 0から 4SV をもとに開発を担当した。この3社の発表に続いてアストンマーティンレーシングとプロドライブが FIA 世界モータースポーツ競技会に対して既存のアストンマーティン DBR9 に変更を加えてシリーズ参入ができるように提案した。FIA は DBR-9 が参戦できるように技術的な規制緩和をしなければならなかった。ゼネラルモーターズのコルベットも2009年型コルベット C-6R がシリーズ参入できるように技術的規制緩和を求めた。マセラティとサリーンも彼らの2009年型車が参入できるように規制緩和を求めたが、マセラティ MC-12 とサリーン S7 は2010年の レギュレーションに定められた300台の生産台数を達成していなかった。2009年11月に SRO は2010年シーズンに6つのメーカーが参入することを確認し、日産、フォード、ランボルギーニに加えて、コルベット、アストン・マーティン、マセラティが規制緩和の下参加することとなった。6つのメーカーの代理となる各チームに関しては、 それぞれ二つのプライベーターが選択された。初年度の2010年シーズン、マテックコンセプツと VDS レーシングは、フォード GT プロジェクトの継続を発表した。また、フランスのエクシスレーシングは、アストン・マーティンと共に、シリーズ参戦することを発表した。また、FIAGT3 ヨーロッパ選手権に参戦していた、フィッシャーレーシングは、ヤングドライバー・アメールとして、 シリーズ参戦することを発表した。日産はスイスレーシングチームが1月5日に日産 GT-R でシリーズに参戦することを発表し、また2009年の開発チームであったギガウェーブモータースポーツとたもを分かち、スモーパワー GT が GT-R を走らせることとなった。マセラティは FIAGT のタイトルを5度獲得した。 ビータフォンレーシングチームで参戦することとなり、もう一つのチームは、ドイツのアルフリーとヘーガーが創設した、トリプル H チームヘーガースポーツとなった。コルベットは、FIAGT 選手権に参戦していた、プライベーターの DKR エンジニアリングと、セレスラグレーシングチームが合併してできた、マッドマイナスクロックレーシング、フェニックスレーシングとカースポーツホランドが、合併してできた、 フェニックスレーシング、カースポーツを支援することとなった。一方、ランボルギーニは、自身のチーム、ライターエンジニアリング及び、前年度まで、同社の車両で参戦していた、ミュニッヒモータースポーツを支援した。2010年1月17日に、SRO は12チームが選手権へのエントリーを提出したことを確認した。各イベントは、 最大48名のドライバーで争われ、その多くはシーズンの各ラウンドに参加する。フルシーズンのラインナップには経験豊富なドライバーからルーキードライバーまで多くの異なったバックグラウンドを持つドライバーが含まれる。7名の FIAGT チャンピオンがそれぞれのチームと契約し、その中にはペアで共に3度のタイトルを獲得した。 ミハエル・バルテルスとアンドレア・ベルトリーニが、ビータフォンレーシングチームからマセラティで参戦する。また同様に3度のタイトルを獲得したクリストフ・ブシューは、ミュニッヒモータースポーツのランボルギーニをドライブする。1998年のチャンピオン、リカルド・ゾンタは、ライター・エンジニアリングから参戦。1999年のチャンピオンで、 FIAGT での最多勝利記録を保持するカール・ベンドリンガーは、スイスレーシングの日産、GT-R をドライブする。2000年のチャンピオン、ジェイミー・キャンベル・ウォルターもスモーパワーの日産をドライブする。2003年のチャンピオン、マッテオ・ボッビは、ヘーガースポーツのマセラティをドライブする。その他のスポーツカーカテゴリーにおける、ベテランドライバーとしては、 2004年のルマン24時間レース勝者のアラ・セイジがスイスレーシングで2007年の FIAGT3 ヨーロッパ選手権チャンピオンアンリモーダーはエクシスレーシングで2008年のルマン24時間レース勝者トーマス・ウェンゲとシュテファン・ミュッケはヤングドライバーアメールで元アメリカンルマンシリーズチャンピオンのミカサロとオリバー・ギャビンはマッドマイナス・クロックレーシングで スーパー GT で二度タイトルを獲得したミハエル・クルムはスモーパワーで参戦する。幾人かのドライバーは F1 やツーリングカーといったカテゴリーの世界選手権に参戦した経験がある。ロマングロージャンは2009年はルノー F1 に所属していたが、今シーズンはマテックコンペティションで GT1 をドライブする。また、 元 F1 ドライバーのエンリケ・ベルノルディは2009年シーズンに FIAGT 選手権で優勝経験があり、今シーズンはビータフォンのマセラティをドライブする。ジャンイコールデニ・デルトラズもグランプリの経験を持つ。ツーリングカーから転向したドライバーとしては、ヘーガースポーツの創設者のアルフリート・ヘーガーや2005年の世界ツーリングカー選手権で ミシュラントロフィーを獲得したマルク・ヘンネリー氏がいる。エントリーする24台の中には、ユニークなドライバーラインナップもある。マテック・フォードの6番車はシリーズにおける、唯一の女性ドライバーペアである。スイス人女性ドライバーのナターシャ・ガシュナントシンディ・アレマンがドライブするが、両名とも様々なオープンホイールレースの経験を持ち、スポーツカーレースに関しては両名とも、 デビューシーズンとなる。2010年1月27日に FIA は2010年シーズンのチーム及びマニファクチャラーの完全なエントリーリストを発表した。2010年2月26日に SRO はドライバーエントリーリストの一部を発表した。タイヤは全チームがミシュランを使用した。ポイントは予選レースにおける3位までと、 決勝レースにおける10位までに与えられる。ポイントを得るには優勝者の走行距離の75%以上を走行しなければならない。また、個々のドライバーは、それぞれのレースにおいて、最低25分以上を走行しなければならない。ドイツラウンドの前にフェニックスレーシング、カンスポーツは FIA に対して、コルベット14番車を所有者に返却しなければならないため、 エンドリーできないことを通知した。フェニックスはシーズンの残りレースに2台の車を走行させることができなくなり、レーススチュワードはこれが GT1 のレギュレーションに違反しているとみなした。これによりフェニックスはニュルブルクリンクまでのポイントを没収された。またニュルブルクリンク以降のラウンドでフェニックスよりも後方でフィニッシュした他のエントラントに対して ポイントが再配分された。また、最終戦サンルイスで、マッドマイナスクロックレーシングも2台をエントリーさせることができず、ポイントが没収された。マニファクチャラーに与えられる、SRO トロフィーが、シーズン途中で、SRO グループによって創設された。これは公式のフィアンセ選手権と異なって、上位6のマニファクチャラーに与えられる。トロフィーのランキングは、 予選レース、決勝レースそれぞれの結果に基づき、それぞれの車両のポイントの合計がマニファクチャラーのポイントとなる。初年度はアストン・マーティンが獲得した。ありがとうございます。